この時間は花育成ボランティア募集のお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは小田原城総合管理事務所の相田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日は雨の城址公園にやってきましたけれども、はい、こちらの城址公園内のお花を管理されているボランティアさんを今募集されているということなんですね。はい、そうなんです。はい、小田原城ではですね、四季折々の花が楽しめるんですけれども、はい、まあ、これからの時期アジサイと花菖蒲がメインとなってきます。はい、アジサイ花菖蒲ともにですね、細かい作業が必要になりまして、はい、私たち職員だけではなくですね、小田原城花育成ボランティアという、ボランティアの方がですね、おりまして、はい、その方たちと一緒に、作業を行っております。ね、この勝負が咲く もう少し前の時期から、はい、手入れをされている方大勢いらっしゃるなと思いましたら、ボランティアさんだったんですね。そうなんです。ボランティアさん平成25年にですね、設立をいたしまして、はい、現在約25名ですね、登録をされております。はい、で皆さん暑い中ですね、キャップをかぶって、作業をいただいておりまして、特に今年もですね、花菖蒲少し早く、咲き始めましたので、合わせて皆さんもですね、花の手入れを、に汗を流していただいているところです。はい、それではですね、花育成ボランティアの皆さんが実際にどんなお仕事をしているのかお話をお伺いしたいと思います。広報さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。広報さんはこのボランティアいつぐらいから始められたんですか？そうですね、丸8年目に確か今年入る方と思いますね。だからスタートした時ぐらいからではないかと。はい、はい、実際にはどういったことをするんですか？基本的には植物、花もそうですし、それから低木ですね、そういう木の管理、それからあと除草、こういった全体 その環境整備にちょっとお手伝いさせていただくと、こんな形だと思います。はい、除草などはやっぱり丁寧に手作業じゃなければできないことですよね。そうですね、手できちっと根から取ると、はい、例えば2ヶ月は生えてこないけれど、上を刈るだけだと1ヶ月後にまた出てくると、こういうことですから、きちっとやはり手をかけると言いますか、手を入れた部分は正直に答えが返ってくる、それが自然相手だと思うんですけどね。はい、やっぱりその辺もやりがいにつながってくるんですよね。そうですね、はい、やっぱり環境がきちっとしてきて、そして城址公園はどうしても市民の憩いの場でもありますし、それから観光客の方の、立ち寄り、あるいはちょっと行ってみようというふうなところでもありますから、その2つの面がありますよね。で、やっぱり環境を行ってよかったとか、あるいはそこをちょっと一息できるねと、こういうのはやっぱり環境がきちっとされてると、行って得したとか、よかったとか、また誰かを呼んで一緒に行ってみようかとか、そういういわゆるプラスアルフプラスの連鎖が広がってくると思うんで、やっぱり手を入れるということがベースかなと思いますね。続いて丸山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。ボランティアの皆さん今現在25名ぐらいいらっしゃるということなんですけれども、どうですか皆さんでの作業というのは？とても楽しいです。で、お話ししながらいろんな情報交換もできますしね、いい仲間たちに出会えたと思ってます。はい、やっぱりこういうボランティアこれからやられるっていう方は
こうした庭仕事というかやったことない人も多いかと思うんですけれども、できそうですか？できます。私ももともと花菖蒲から入って、はい、途中から花育に入れていただいたんですけども、うん、草むしりしててもとても楽しいですしね、はい、だんだんこう綺麗になったのを見るともう今日これで終わりですよって言ってもついつい手が出てしまうくらい、もう次から次はやりたくなってしまうんで、うんうん、とってもいいことだと思います、うん、はい、そしてお仲間の皆さんとも一緒にやることも支えになるんでしょうかね。そうですね、楽しいですよ、うん、知らないことも教えていただいたりとかね、はい、うん、そういう情報を得られることがいいことだと思います、うん、はい、ちなみにちょうどこれからの時期、小田原城址公園は花菖蒲と紫陽花が見頃になりましたけれども、はい、なるんですけれども、今年の状況はいかがでしょうか？今年はちょっと菖蒲が早いかなと思って、で今も花芽がどんどん上がってきてますから、うん、この雨の後お天気になるとどんどん咲いていくんじゃないかと思いますのでね、うん、はい、やっぱりその花の手入れまず早くして、うんうん、なるべく綺麗なところを見ていただくように心がけてますので、ね、こうして市民の皆さんが守ってらっしゃるんですね。このボランティア活動なんですけれども、ご興味を持たれた方、また参加してみたいなと思われた方はどうしたらいいでしょうか？はい、ボランティアさんはですね、1年を通じて募集しておりますので、こちら小田原城総合管理事務所までお電話いただければ、受付させていただきます。はい、ね、ボランティア活動ということですので、ぜひお気軽にご参加いただけるといいですね、はい、そうですね、よろしくお願いします。広報だわら、この時間は花育成ボランティア募集のお知らせをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は特定健診とがん健診のお知らせをお送りします。まずはじめに特定健診のお話をお伺いしますのは、健康づくり課の高橋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、この特定健診というのはどんな健診のことなんでしょうか？はい、特定健診は生活習慣病の早期発見に着目した検査を実施します。検査項目としては問診、身長、体重のほか心電図や血液検査を行います。小田原市では塩分摂取量が全国平均よりも高く、脳血管疾患での死亡率が神奈川県内でワースト1となっています。ご自身の1日の塩分摂取量を知ることで、脳血管疾患の原因の一つ高血圧の予防に役立てていただくために、昨年度から尿検査でわかる推定1日塩分摂取量の項目を追加いたしました。はい、これから令和3年度の特定健診が始まるわけなんですけれども、はい、対象となるのはどういった方なんでしょうか？はい、今年はですね、令和3年度4月1日時点に小田原市国民健康保険に加入されている今年度40歳以上になられる方で、受診日に小田原市国民健康保険の資格がある方となります。はい、今年度はいつからいつまで受診することができるんでしょうか？はい、今年の6月1日から来年の3月31日までとなります。はい、この特定健診はどのようにしたら受診できるんですか？はい、ご自身で病院に予約をしていただきます。特定健診の対象の方には5月の下旬に、こちらのですね、薄いピンク色の封筒で、特定健診の受診券と案内冊子を送付いたしました。でこちらの案内冊子の、90ページに取扱医療機関一覧が載っています。でこの一覧の特定健診の欄に黒丸がついている病院で受診することができますので、ご連絡の上ご受診をお願いいたします。はい、ね、もう皆さんお手元に届いていらっしゃるでしょうから、はい、ぜひ中をまずね改めていただきたいですね。はい、費用っていうのはどのぐらいかかるんでしょうか？はい、基本はですね、2000円です。で70歳以上の方や今年度40歳になられる方は無料で受診することができます。そうなんですね。はい、ですがあとはですね、市民税が非課税の世帯の方や、生活保護の方はですね、申請をすることで無料で受診することができます。で市民税非課税の申請については受診する2週間前までに健康づくり課までご連絡ください。はい、毎月ね、こう病院で他の
検査を受けられている方とかもいらっしゃいますよね、うん、はい、そういったこともこの特定健診というのは受けられるんですか、はいうんはい、できます、はい、今月毎月ですね、検査が生活習慣病に関連している検査とは限りませんので、うん、ぜひともかかりつけの先生と相談して特定健診も受診してみてください。はい、まずはじめに特定健診についてお話を伺いしました。続いてはがん検診について、同じく健康づくり科の小川さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今回はもうがん検診のご案内も送られているということなんですけれども、どんな種類のがん検診を受けることができるんでしょうか。はい、年齢などにより受けられる種類が異なりますが、肺がん、大腸がん、胃がん、前立腺がん、乳がん、子宮がんの検診が受けられます。ただし昨年度から胃がん内視鏡検診が追加されましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から現時点では開始時期は未定となっています。胃がん内視鏡検診が対象の方で、内視鏡検診が開始されるまでに受診を希望される方は胃がんバリウム検診を受診することができますので、健康づくり課までお申し込みください。はい、どんな方が検診の対象になるんでしょうか。はい、対象となる市民の方に受診券をお送りしています。その受診券に印字されているがん検診が来年3月31日まで受けることができるがん検診になります。国民健康保険に加入されている方は白色、主に75歳以上の後期高齢者医療に加入されている方はピンク色、社会保険等に加入されている方は黄色のがん検診等の受診券をお送りしています。はいね、もう皆様お手元に届いているはずですのでね、はい、ご確認いただきたいと思います。このがん検診、費用はどれぐらいかかるんでしょうか。はい、受けられる検診によって異なります。受診券の裏側に書かれている自己負担金をご確認ください。はい、70歳以上の方、市民税が非課税の世帯の方、また生活保護を利用されている方は無料です。はい、また無料クーポン券というものもあるということなんですけれども、これはどのような方が対象になるんでしょうか。令和3年度の無料クーポン券の対象の方はこちらです。令和4年4月1日時点で次の年齢になる方が対象です。子宮頸がん検診21歳女性、乳がん検診マンモグラフィー併用41歳女性、大腸がん検診41歳男女、肝炎ウイルス検診41歳男女。ただし肝炎ウイルス検診については、小田原市の肝炎ウイルス検診を一度も受診していない方が対象となります。なお対象となる方に無料クーポン券を同封していますので、同封された案内冊子をご確認の上、ぜひこの機会をにご利用ください。はい、がん検診はどこで受けることができるんですか。はい、胃がんバリウム検診以外は市内の取扱医療機関にご連絡の上お受けください。子宮頸がん検診とマンモグラフィー併用の乳がん検診は集団検診も実施しています。ご希望の場合は健康づくり課までお申し込みください。はい、このがん検診なんですけれども、これは絶対に受けないといけないんでしょうか。はい、強制ではありませんが、日本人の2人に1人はがんにかかると言われていますので、うん、早期発見早期治療ができるよう、うん、1年に1回のがん検診をお勧めしています。はいね、早く見つけてこうまた防げるものは防ぎたいですよね。はい、はい、今日ご案内しました特定健診がん検診についてのお問い合わせはどちらになりますか。はい、健康づくり課で電話番号は 47-4724 までお問い合わせください。それでは改めまして、市民の皆様にお伝えしたいことがありましたらお願いいたします。はい、今年度は昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で感染症対策や外出自粛を求められています。その結果、普段とは違う環境の中、病院への受診控えが問題となっています。健康診断を受診することは不要不急の外出に当てはまりません。また病院は感染症対策を実施しておりますので、ぜひこの機会に特定健診、がん検診の受診をし、ご自身の健康に役立ててください。この時間は特定健診、がん検診のお知らせをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。